こんにちは、簡単美健韓国料理チャンネルです。本日は豆腐ケランチムを作ります。ケランチムとは韓国の卵料理の一つです。まず玉ねぎをみじん切りにします。次にニンニクもみじん切りにします。人参もみじん切りにします。軽く熱したフライパンに油大さじ1とごま油大さじ1を入れ、刻んだ野菜を弱火で炒めていきます。卵をよく溶きます。1時間ほどザルにあげ、水切りをした豆腐を手で潰します。野菜に味付けをします。お塩小さじ1/3、胡椒少々、お醤油大さじ1、お酒大さじ2、お砂糖小さじ1を入れ混ぜ合わせます。野菜に火が通ってきたら豆腐を入れ、一緒に炒め合わせます。次に溶き卵と1センチ幅に切ったニラを入れ、素早く混ぜ合わせます。混ぜ合わせたら厚さが均等になるようにヘラで整えます。蓋をして弱火で3分半から4分ほど加熱します。卵がふっくらとし、8、9割ほど火が通ったら蓋を取ります。蓋を取った後、弱火で1分ほどさらに加熱します。ヘラでケランチムを切り分けます。お皿に盛って豆腐ケランチムの出来上がりです。ネギやキノコ類、カニカマやミンチ肉などを入れても美味しいです。ご飯にもお酒にもよく合います。豆腐の入ったとってもヘルシーなケランチム、一度作ってみてはいかがでしょうか。ご覧いただきありがとうございました。